体育の森公園は日本の佐賀県唐津市にある都市公園である多目的スポーツ複合施設が設置されている。松浦川の佐賀国道202号唐津バイパス北側にある運動公園で体育館や陸上競技場、野球場などを備える。最寄り鉄道駅は JR 筑肥線、渡田駅。体育の森公園の中心的施設。 文体という略称で呼ばれることがある。室内競技場は屋内スポーツ大会の会場となるほか、普段は地元の高校生らが部活の練習で使用している。文化施設としての機能を合わせ持つ。選挙の時は開票所となる。体育施設平成19年度全国高等学校総合体育大会では弓道とバスケットボールの会場となった。トレーニング室は カビやサビがひどく、設備が老朽化しており、ベートプレートは全部合わせても 150kg に満たない。室内は指導員が常駐せず防犯カメラで監視するのみであり、ダンベルの止め金具が壊れているなど、安全面での問題がある。2004年にはトレーニング中にダンベルのプレートが落ち、利用者が骨折する事件が起きている。B3 リーグ所属のバルーナーズの ホームゲーム会場である。文化施設付属施設女子高医室はともかく男子、高医室は通常あまり用いられていないようである。各施設で着替えるのが一般的である。シャワーは湯が出ず、冷水のみのためあまり用いられていない。真夏の酷暑の日はあえて冷水シャワーを浴びる猛者もいるようだが、ごく少数である。文館バレーボールとバドミントンに利用される。 両翼96メートル、中堅121メートル、スタンド座席2376席、夜間照明30灯4機、内野クレー、外野天然芝、フルカラー LED、スコアボード、スピードガン、サブグラウンド、駐車場89台、高校野球の県大会などに利用される。2023年の第78回国民スポーツ大会の 南式野球会場として使用するため、2018年の夏から改築工事を行った。改築後は、年間維持経費の捻出を目的に市がネーミングライツの導入を決定。2020年1月20日から2月28日までの間に、年額420万円以上、契約期間3年半の条件で募集を行ったが、応募がなく、同年4月に条件を 年額210万円以上、契約期間3年半に引き下げた上で再募集を行ったところ、2社から応募があり、金額、希望名称、地域貢献度などを基準に、町内の選定委員会で審査した結果、佐賀市に本社を置き、佐賀、福岡、長崎でマクドナルドを運営する昭和フードを優先候補者とすることを決定。新しい愛称は、 初はハンバーガースタジアムからつに決まった。契約期間は2020年7月から2023年12月までの3年6ヶ月。日本陸連第三志公認400メートルトラック。約6000人を収容できる、夜間照明設備あり、競技場の外周をジョギングあるいはウォーキングする、老若男女が見られる。2007年9月16日に、同所で、 J サテライトリーグ戦のサガントス対大分、トリニータの試合が行われることとなった。なお、サガントス設立前に、トス市を本拠地としていた、プロサッカークラブ、トスフューチャーズは、サテライト戦を2回開催している。唐津都市計画総括ズサガ総体競技、種目別会場リスト、ショアハンバーガースタジアム唐津唐津市ホームページ、唐津市野球場の命名券スポンサー募集。 朝日新聞、https, w w w a s a、l、h i c o m a r t i c l e s azum1h5jy8n1,htthb-alhtml2020 年7月23日、閲覧。唐津市野球場の命名権最後周半額に見直し、210万円、以上。佐賀新聞。 https://www.saga-s.co.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ5101452020年7月23日閲覧。唐津市野球場の命名権候補決まる昭和フードに希望名称は、昭和ハンバーガースタジアム唐津佐賀新聞ライブ2020年6月2日。ありがとうございます。